チャンネルでねと。パパ、パパです。今日は撮ったね、カメ。先週ちょっとね、カメ撮ったんですよね。この夜雨が降ってる時にカエルを捕まえに行ったんですけど、そしたらカメがね、こうやっていて、カメを掴んだんですけど、ちょっとこのカメを今日お風呂に入れたいと思います。名前はマイキーだね。はい、コーラ洗って、コーラ洗ってあげて。やばいよ、お風呂に入れる。いいよいいよ、後ろもひっくり返してから。これいい？これで。うん。後ろもちゃんと洗って、掴んでから洗ってそう。ひっくり返さダメ。ひっくり返しよ。水が邪魔。うぃー！指、顔に、顔の方には指入れるのよ、うん。横から持つんだよ。横からでも顔の方に入れたら指噛まれるよ。やって。横にひっくり返すだけでいいよ。だ別にこんなって持って大丈夫だから。ほらもうビビってるから、こっちにだけ顔の方にね。ほら顔見てごらんここに指入れなければいいからね。ここに一回ひっくり返しておいて、ほら顔鼻だけ見てひっくり返しておいて、こっちに置いて、これ掴んでから、こっち掴んで、こっちを洗う。爪が怖い。爪大丈夫な？この尻尾のオスかメスか判断するとき、この尻尾の、あ、尻尾隠すなこいつこっちの方になんか穴があるか、近いか遠いかでオスかメスか分かるんだけど、隠してますね。ちゃんと洗ってよ、うん、今日はこの後マイキーお風呂入れた後にね、家作れます。マイキーの庭を作っていきたいと思います。水かけてやって。水冷たいですの。オッケーオッケー。今暑い。いかじゃん。もう。もういいだろ。いや、はい。もう綺麗になったぞ。今日じゃ寝るよ。言わんでいいよ。それもさっきの続きさ。さっきも始まってる。もう始まってるよ。さっきの続き作る。はい。亀の庭。亀の岩。家、そういう感じで作っていきたいと思います。うん、壊してるやん。こっちじゃないよ、メイ、あっち、あっち。次、どこにあの水、池みたいな感じで作りたいから。掘る、うん、掘り掘りする。どこに掘る？3個あるよ。こっちがいい？うん、はい、こっちにフォローじゃ。アナどっかにそれ設置して。は？パパもやろう。やるよ。掘る。これ置いといてこって。置いとけってこと。そう、どっかに。あれ買っといた方がいいな。じゃあな、本当は立てるやつ三脚。うん、キングチャンネルね、パーパーも出そうみたいな感じになってきてるね、もうね。そろそろ出ないといけないのかな。だってパーパー砂遊びで出たことあるじゃん。まあね、あるけど。たまに出てくる。あ？たまに出てくる。だってもう、ダンちゃんがいないからな。だからパパとネラしか今いないんだ。パパも出ないとダメになってる。ダメ。マジで？一緒にやるんで、いや。マジで？じゃあ三脚あるか見てこうね。うん。じゃあ置っといていい？うん、置っといて。
はい、材料を買ってきました。材料買ってきてね、今から亀の遊ぶ場所、亀の庭と、ね、今から作るお家とか小屋とかね、制作していきたいと思ってますね。あれ、どこ行った？どれ？紙、うん、あ、紙？紙はお家なくなったの。あ、一応こっちの真ん中に川を作る予定って、うん、パパが設計図で書いてやりました。 S の S、 S 字でね、 S 字とパパもレンガ使おうと思ってた。うん、ネラはいっぱいレンガ使おうとしてたね。確かに2人、まあ、レンガ使う考えが一致したからね、うん、レンガ買ってきたけど、だからレンガを買ってきました。はい、高いレンガと安いレンガがあったので、ちょっと高い、ちょっとだけ高いレンガを買ってきました。掘るの、でも穴掘るの大変だね。穴掘るの大変ですけど、ね、まあ、そんな感じでちょっと撮影しながらね、進んでったら撮っていきたいと思ってます。それではまた進んだ時に移しましょうね。はい、バイバイ。はい、じゃあできたらまた移します。はい。